なかなか金の匂いがプンプンするオタクですね。こちらが次のターゲットだけど、203住宅を完了するすべての盗品ミッションと。まあこれつまり、今画面の右に出てる情報、これらの目標をすべて達成しろってことだよね。三つの高額な盗品と二つのミッション。これらを全部クリアする必要があると。 じゃあ、どうしよっかな。まず、おーら、誰か出てきたぞ。あれ、もしかして、なんか、このまま外出してくれたりするえっと、住人の行動パターン発見。あ、こりゃ、助かるね。一人、おーら、おかわりおかわりいいんすか二人同時に外出して、しかも、なんか、今、居抜いたな。わ、ワンちゃんまで見つかっちまって、あれ、これ、チャンスか、いきなり。ひょっとして、風吹いてます 強烈な追い風が。ここ203ですよね。いや、そうそう、ここ犬含めて4人もいるからさ、住人が。この4人の目をかいくぐって、これだけの数のミッションをこなすのは結構大変だぞって思ってたんだけど、あ、結構外出してくれんだね。今、2人同時に外出して、しかも2人ともしばらく帰ってこない。なんなら犬だってそうだよね。これしばらく庭にいることになってるので。 18時まで家の中には入ってこない、まあ一人未知の人間はいるけど一人くらいどうとでもなったりするもんな。おいこれチャンスだぞ。これ急いだ方がいいな。この一番上のレオが帰ってくる前にどうにかいろいろやっておきたい。まずは侵入経路探そうか。どうせ正門以外にも侵入経路が見つかったね。いきなり見つかっちまった。これ行くか。これもう早速行け こういうチャンスを前にしてビビってるようじゃ務まらねえからよ。泥棒ってやつは。これもう目についたとこからとりあえず侵入しちゃおうか。いやまあ一人居場所がわからない住人はいるけど、どうせ近くに来たらハイライトされるでしょ主人公の能力で。壁越しでもハイライトはされるはずなので。この辺多分大丈夫だよな。だからこういうアイコンがついてる場所をとりあえず目指して、えー、ここはいくつかの部屋の写真を撮る。 そういうミッションもあるので、部屋の写真を収めておく。こうやってミッションをこなしながら、まあ目についた盗品もね、こうやって手厚く保護して差し上げて、あとは、どうだ本当に人の気配ないな。これ結構大胆に動いて大丈夫かえっと、 とここにもアイコンンがついてるリビビグのテレビあ、これはリュックに入らねえやつだな。仲間呼ぶ必要あるかいや、大丈夫かな仲間、まあ呼ぶけど、なんか仲間が見つかって通報されたりしたことあったよな。えー、っと、正門から入ってくるんであれば、これワンちゃんに見つかったりすんだよ。大丈夫かまあ仲間の到着を待ちつつ、じゃあこの部屋も、このリビング的な部屋も、写真撮る必要があるらしいので、パシャリと。 なんかそこのギターかっこいいね。おお、来ましたか。じゃあ、重量物運ぶを指定して、このテレビ持ってって。あ、なんかサクサク。ワンちゃん大丈夫こっち来てるよ。ちょっと怪しんでるもん。あれこれ戻ってくる時大丈夫かなうわ、嫌な場所に陣取ったこいつ。この、このは、ちょっと待って。今、今大丈夫か今戻ってきて大丈夫か相棒、相棒、相棒。ほら、見つかってるって。相棒うわ、ギリ。 むしろよく大丈夫だったな、今。えー、っと、あ、このお酒も持ってっていいんだ。レベルアップ。じゃあ次は、あ、これ何のセキュリティだあ、ガス検知器。一応オフにしといた方がいいかな。前回、あれだよね。催眠ガス買ってさ。買ってっていうか、マフィアのボスに買わされてさ。まあ、いざとなったら、住民を眠らせるっていう手段も持ってるわけだけど。お、いい時計ですね、アンティークな。これいただいてくぜ。 一応ガス検知器今オフにしたので安心して催眠ガスを使えるね。で、ここ金属製キャビネットあららららあらあらこれ鍵ベッド必要なやつですか。203キャビネットの鍵鍵を探す必要があるなんかメモがあるねあ、これいいこと書いてるもしかして鍵を2階に置きっぱなし2階のどこかに鍵がある念のため下に持ってきてどっち どっち二階に置きっぱなしなのか、下に持ってきたのか、どっちわ <laughs> かんねえじゃん。絞らせろ、情報。いや、でも、下に持ってきて、だからまあ、置きっぱなしではあんのか二階のどこかで鍵を探す必要がある。私は誰と話してるんだ <laughs> いや、知らんけど、この人の精神状態は。 いやじゃあこの人の精神状態がこんなんだともうその前の文章も信用ならなくなるから2階でいいんだね2階に鍵あるものと考えていいんだねじゃあもうちょうど1階でできること大体やった感じなのでいや本当に気配ないけど大丈夫もう一人10人いるはずなんだよなこいつも外出中だったりするなんならそうなるとなあっていうかもうすぐ帰ってきちゃうじゃん一番上のレオああ という間だな結構時間経つの早いな。現在16時台で17時になったら帰ってきて、ベッドルームに行くらしいけど、ベッドルームってどこだ最初に写真撮った部屋も寝室っぽかったけど、この家でかいからな、ベッドルームなんかいくつもありそうだしね、割と。あ,あとはここ、気づかれないように目も置く。そういう仕事もある。 あい,いよ。これ読めんの私の孫娘に近づくな、このクソ野郎。<laughs> あ、そうだ、そうだ。なんか前回、ボスがそんなこと言ってたわ。この仕事、マフィアのボス、ロンバリーのボスからの仕事だったけど、なんか、孫娘なんだ。そう、なんか孫だか娘だかに手を出そうとしてる男をどうにかしたいみたいな、そういうことだったんだよね。これは脅しの文章か。 この脅しの文章を家に残させる。そういうことを俺に頼んだんだね。他にはん、大丈夫かななんかやけに、本当に気配がないけど。まあでもちょっとこの怖がってる場合じゃないな。これはもう本当に急いだ方がいい。もうすぐ17時になって、17時になったら帰ってきちゃう。あこれいいね。 これなんか通気口みたいな感じで一瞬で外に出れるやつだよね。まあ、ここ2階だからもう1階まで落ちてっちゃうのかもしれないけど、あとはこれ、あ、コンピューターいいっすね。頼むよ。見つかんなよ。重量物任せる。このコンピューターを運ばせるのも目標。ちょっと待って、なんかさっき怪しかったもんな犬の前通った時。なんか万が一あの人が相棒が見つかった時に隠れ場所見たら、ああ、大丈夫だったっぽいな、なんか今。 なんか今、犬が後ろ向いてる隙に通ってったっぽいよね。とか言ってる間に今もう5時なのよ。17時。17時になったら1人帰ってきちゃうわけで。帰ってきてるどこに行く計画モード発動まずは、あ、下の部屋っぽいな。あ、ベッドルーム下の部屋だったんだ。で、あ、ちょっとなんかもう一つ。あ、で、住人が開いてるドアを発見した。あー、そっかそっかそっか扉開けっぱなしだったりしちゃう。あれなんか2階に来てる1人。ちょっと待って。 催眠ガスの順位催眠ガスの準備あれめっちゃ素通りしてったなめっちゃ <laughs> あでもなんか1人怪しんでるやついるよかったちょっと待って一旦ポーズさせてめちゃくちゃ今1人2階に上がってきたけどそれああ多分この人だ情報が全くない人こ <laughs> 俺の横スッて通ってったな 俺がガスマスクとか何かいろいろ準備してる間に全然間に合ってなかったけどその準備はえちょっともうこの人のこと気にしなくていいかもうガスで眠らせてやろうかなとか思ってたけど試しにやってみるか背後から近づいていやでもなんか下の人バタバタしてんだよなこの人怖いな2階上がってきたりする大丈夫かいやーこっち向いちゃったちょっとまあこの人に関わるのはもう怖いな で、こっちの部屋の写真を撮るっていうのもミッションだったので、それもさっさと達成しちゃおう。えー、っと、カメラでパシャリ。オッケーミッション完了写真のミッション完了ってことね。あとは、えー、っと、ミッション2つとも完了して、あそうだ、鍵。キャビネット内のカメラって書いてあるけど、キャビネットを開けるための鍵がないので、それちょっと。 となどこって決まってるわけじゃないもんね。分かってるわけじゃないもんね。例えばこういう引き出しとかに入ってるかもしれないし。あ、でもこの机の引き出しは開けられるタイプじゃないのか。でも鍵とかの類って、今まで侵入してきた家でよく見たパターンだと、ベッドサイドのキャビネットの引き出しとかに入りがちなんだけど、鍵って。ああ,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 ある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 。普通に置いてある。あ、やっぱそうだった。 なんか今までのとこもね、ベッドサイドに鍵置いてあることが多くて。あとはそこのキャビネットを開けるだけなんだけど、なんかもう人多くなってきてるよね。みんな帰ってきちゃってさ。あーっと、こっからの情報は少ねえぞ。あ、でも19時になったらレオがもう一回外出する。あ、でもその代わりにクラウディアが帰ってくるのか。いや、プラマイゼロだな。どうしよう。うーんと、キャビネットが、 ちょうどと、もしかしてワンちゃんも帰ってきてるワンちゃん帰ってきてんじゃん。そっか、家の中に戻ってきちゃった。あでも今後ろ向いてんぞ。これチャンスか。あ犬犬といえばご、ごめんなさいね。なんかたびたび、たびたび、メニュー開いちゃって。いや、ちょっと怖くてさ、時間が常に流れてんのが。すいません、時の流れから逃げてます。ワンちゃんといえば、肉投げるっていう方法もあるよね。いけ、うっ。 ねこっち向いた。あーどうだワンちゃん、これ聞いてねえかいや、あ、気づいた、気づいた、気づいたぞ。肉に食いついてくれた。ってことは、あ、よっしゃ、いいぞ。鍵で開けて。これで全部達成なんじゃないのすべての目標を達成して、あとは逃げるだけ。ただ、ただ、時間帯変わっちゃって、今19時です。この人どこに来る よかった。奥に行ってくれた。えっ、ー、と、びっくりした。びっくりさせんじゃねえよ。よ開いてるドアを発見した。いや、もうちょっとごちゃごちゃなんかいろいろ起きてる。ちょっと待ってよえっと、どっから逃げればいいちょ、この窓から外に出たりできるよいしょっと。外に出て、えー、っと、なんか塀を一発で飛び越えたりできたらいいんだけど、難しいかな。 これ、全然、全然今正面から行けたりする行けるな、行ける。行けるぞ。ちょっと、なんか、すいませんね。ずっとガスマスク、さ、あの <laughs>、ちょっと待ってがあ、あー、じゃあ、不法侵入ですよとか、外のやつに言われてる。おい、ほんと、邪魔するな、邪魔するんじゃないよ脱出させてくれやあともう脱出するだけなのよ裏、あ、あそこ、カメラあるな。オッケー、よく気づいた。このカメラよく気づいた。ちょっと待って、えっとね。 もう急がば回るだな。しっかりこのカメラオフにして。今ちょっと扉みたいなの見えたぞ。なんか、えっ、ー、と、もうドローンをしまうボタンもよくわかんなくなっちゃってさ。ちょっとガスマスクうるせえのよ。外して一旦あるある、扉ある。まああっちの方にもなんか脱出できる場所あったね、ここ。壁登れるやつ。で、ここ開けちゃおうピッキングする時間くらいあるよな。うわ、ちゃんとハラハラする。まあまあ大立ち回りした気がする。 すぐ横。はあ、びっくりさせんじゃねえよ、相棒。お前もう帰れ。<laughs> お、前もうとっくに必要なかったのよ。ありがとうね、付き合ってくれて。よっしゃよっしゃ、脱出できたぞ、やったーいや、すぐ横を住人が通ったりしてさ。まあまあ、えらい目にあったけど、なんかいけちゃったぞ。なんかいけちゃった。やったあれ、でも、ボスから電話来たりしないな。あ、あれ ちょっとなんか不安になってきちゃった。俺全部やったよね。あ、全部やったよね。全部チェックついてるもんね。203、今入った部屋。これらの全てのチェックをつけることが目標だったと思うけど、隠れ家に帰ったら連絡くれたりする。おビビらせんじゃねえ。<laughs> ビビらすな、余計なことで今。いろいろと感覚が過敏になってんだから。 えらい集中してやってたわ。俺、俺なんか、ちゃんとなんか喋ってた。なんかちゃんと喋ってたか怪しいわ。はラはラしたぜ。せっかくだから、まあ、盗んだもの売ってこ。Oh, ただいま。あボスじゃねえじゃねえか、謎の番号のやつ。こんにちは。借金を返済した後にボスがあんたをやらないように説得してやる。ボスとつながりあんのその代わり頼みがある。 いちいち3人行きカメラのセキュリティパネルを無効にするんだそれから家の周りの写真を何枚か撮ってくれえ謎の頼みだななんかわざわざボイチェンとかかけてるしさ今の番号のやつ前作の主人公だったりしねえよないやなんかさ前作の主人公も時を同じくして別の町で泥棒やってるはずみたいな話あったじゃん なんかそことつながってくるみたいなことねえかな。結構終盤だと思うんだよな、ストーリー。あ、ちなみに借金どうすか借金、うん確か今の仕事やる前37万ドルだったんだよな。ささやかだな。いや、金額的には十分でけえのよ。でもなんかそんなに減ってるかねえな。まあ、ボスから俺の電話はかかってこなかったけど。まあ、借金減ってるってことは一応仕事っぷりは認めてくれてるってことだよね、さっきの。 わざわざ脅しの手紙残してさ。で、次の仕事が今言われた通り、113でカメラのセキュリティパネルを無効にする。いや、なんか、今の仕事と比べたら、ずいぶん簡単に聞こえるぞ。セキュリティ無効にするだけでいいの他の頼みは、ないんだよね。いや、まあ、受けられるミッションとかあるんだったら、ああ、一応あるね11、113。カビンを破壊するとか。まあ、せっかくだからこれも並行してやりますか。 バンチが113ってことはマディソンの方だよね。マディソンストリート。最初の街。そっか、最初の街でもまだ行ってない家はあったのか。違う違う違うち降りんな。じゃ、113、えー、っと、どこだっけさて、こちらですね。113は。えー、っと、住人は3人か。 じゃ、まずどこから入ろうかな。正門これそもそもこっちから開けらんないタイプのやつだよね。あ、一応ここもあれか、扉になってんのか。で、あ、なるほど。ハッキングで開けるタイプの。あー、ちょっと挑戦してみようか。これなんか道繋げばいいやつだよね。こういうのは前作でもやったけど。えー、っと、例えばこういう感じ。これで扉、あ、開くんだ。なるほどね。 まあ、スキルをたくさん取得したことで、こういうこともできるように。うわ、カメラある、カメラある。危ねあ危ねあ危ねカメラとか全然気にしてなかった。うわ、入った途端にやられんの、今まで何回もやってるよ入った途端にカメラに引っかかるやつ。あ、危ねえ、危ねえ。カメラがこっち向いてなくてよかった。一旦向こうにして、もうそんなにでかい家じゃないよな。いや、まあ、横には長いけど、あのー、なんていうか、こっから、 先は別の家だもんね。だからこの113の間取りだけで言うとそんなにでかくないはず。ここに3人もいるの。ただまあセキュリティ端末解除するだけでしょ本当に。頼み事としては。すごく簡単に感じるな どこから侵入しようかなとりあえず屋根に登っちゃったけどなんか入れる窓とかこの辺ありますねで一人寝てるけどえー、っとちょっとりあえず中入ってマークしとこう,、うん、ーうわー窓の防犯アラーム作動だーだそんなやんなんなちゃうわ警察来てるいやさすがにこの場所はわからないんじゃないの屋根の上 来れるもんなら来てみろっつ話ですよ。さあ、勝負しようぜ、こう僕とも。あ、これ帰ってくな、帰ってくぞ、あいつ。いや、ちょっと調子こいて通報された家の近くまで戻ってきたんだけど、屋根伝ってきて。あ、もう全然じゃん。まぬけな警察で助かったぜこれもういいんじゃないかちなみに、窓は破ったことになってる。 開くじゃん <laughs> ああ、一度通報された甲斐があったね。これでもう入れる。で、そこに寝てる方、マークしといて。さあ、何時まで寝てるのかな。あ <laughs> ぶねえ、あぶねえ。<laughs> いや、窓にセキュリティあるかどうかとか、窓の外からはわかんねえもんな。こんなことになるくらいだったら、もう正門から堂々と入ってくっていう方が、正解だったのか で、しばらくこの人寝てるね。朝7時まで寝てるので、この目の前で寝てる人を、この人に関しては、そう、もう一人来てる、もう一人来てる、もう一人来たびっくりした。ああ、びっくりした。な、んのフェイントだよ。上に来たと見せかけてどっかに行った。ひぃ、助かったぜ。あ、ほんで、それそのセキュリティパネルって、セキュリティパネルを向こうにする。 おいおいおい、ぬるい仕事だぜ。これでお指めかはい、解除しました。電話来るあ、あと写真撮るっていう目標もあったっけ写真を数枚撮る。えっとあ、これは花瓶の破壊か。花瓶の破壊のミッションを別で受けたりもしたけど。えっと、ここの部屋、はい、一人寝てますね。まあ、あえいやー、割ともうすぐ起きるな、こっちの人は。こんなん。 無理じゃね今、カビンワンの。<laughs> ちょっと、無理かもしれねえ。いや、どうだ、すぐ窓から逃げればいけるかいや、ど、どうでしょうね。あ、いいこと思いついたぞ。俺には催眠ガスがあんじゃん。いや、まあ、催眠ガスかけるまでもなく、すでに寝てるけど、この人たちは。 花瓶を割る音ででも起ききないいいくらい深い眠りりに誘うことができたりすんじゃるおっと虫みてえに転がったいいじゃんいいじゃんいいんじゃないのこれ。ちょっとわかんないけど、この催眠ガスで人,人眠らせんの初めてだからさ、仕様がよくわかってねえけど、よっしゃ、虫みたいに転がってるぜ。お、あああ一人なんかガタガタ言ってる大丈夫か今大丈夫かよし、今大丈夫。今大丈夫だと見た。で、二人がふ深い眠り。よっしゃーミッション完了 でもう一人の住人に聞かれたけど大丈夫こっちっ <laughs> なんかすいませんで、ね、バタバタしちゃってさ今回は特に <laughs> いやでも思った通りだったわああ催眠ガスで深く眠らせれば花瓶を叩き割る大きな音を出しても全然起きないもんねこっちの二人はよかったよかった で結構長いこと寝てくれんだね。はいはい。この ZZZ の色で判断できるんだ。最初は黄色かったけど、覚醒が近づいていくと赤になっていって、で、催眠ガスの説明ではそうだよね。ぶん殴って眠らせた時と違って、起きても通報しないっていうのが特徴だったはず。だから通報されていませんってことですね。で、もう一人の男も起床したけど、 まあなんか疑ってはいるけど通報するほどではない感じなわけだ。さてどうしよっかな。もうすぐ7時で一人起きちゃうんだけど、違う違う違う。もう一人の住民もマークはしておきたいな。よし、入った。もう一人の住民、布団に行ったよね。はい、マークしといて。 これで三人ともある程度行動パターンを把握できる。ってことですよ。あちょっと待てよ。七時になったので、ソファーで寝てた人。うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。起床してるんだけど、なんかずっとそこにいんだよな。あー、なんか起きた後しばらくベッドでぼーっとするタイプの人がベッドに腰掛けてぼーっとしてますね。こういうパターンもあるんだ。うん、えーっと、でも八時になったら下の階に移動してくれるはず。あ、でも俺が写真撮りたい場所、一階なんだよな。 あれこれちょっと簡単じゃないかもな。今そこに一人いるし。あ、でもこいつ外出すんな。で、8時になったら一人外出する。9時になったらもう一人外出する。で、その間、一番下のジュリア。この人は上の階にいるので、下の階が開くってことだね。えー、もうすぐ時刻が9時になります。9時になったら、 はい、寝てた人が起床して外出するはず。で、今1階にいた人は2階に上がるので、1階がガラ空きになりますと。いうことだね。よっしゃ、行ってらっしゃい。で、こうなったら、あとはもう正面から堂々と、あれ、なんかこっち来たよなんかこっち来たねあぶねあぶねあぶね。あぶねあぶね なんか、もしかして予定変えたこいつ、予定変えたなそう、このゲーム、急に住人が予定変えること結構あんのよ。まあ、本当に決められた行動だけしてたらね、人間っぽくないもんね。まあ、これも面白い要素の一つだけど。あ,あ、でも、この人がいんのトイレだな。こっちのガレージ大丈夫あ、ガレージ大丈夫そうだ。あーカメラある。あぶね。 あ、でも俺カメラ切ったんだっけあ、カメラ切ったんだ。何やってんだ俺は。えー、じゃあカメラで撮影しま。なんかまた動いたぞでで閉めろ閉めろ閉めろ扉閉めろ<笑><笑>ゆっくり動いてる扉が視界に入ってたはずなんだけどな。ちょっとした疑問程度で済んでたね。えー、っと、じゃあここの写真は撮ったので。あとは こここのソファー前、リビングのソファー前の写真も撮って、あともう一枚どこだなんかもう一枚あったよな。あれもしかしてもう一枚ってこれ寝室か寝室っぽいな、位置的に。あ、失敗したな。取るチャンスあったよな、全然。夜の間に。これどうしよっかな。また屋根から行ける こいつ、ちょっと視界入っちゃった。ちょっと視界入っちゃった。でも大丈夫。屋根の上まで来ねえ。え警察は屋根の上に来れない。これ覚えておいてくださいね。この豆知識。オッケー、帰ってった、帰ってった。俺の価値。んで負けたか明日まで考えておいてください。危ねえ、落ちる。危ねえ、今、滑らそうになった。じゃあ、ちょっと仕事に取り掛かりましょうか。 ここの写真を撮れってことなので、のあ、そういえば窓ってやべえんだっけ窓やべえんだったっけじゃあ、<laughs> <laughs> 窓通報されたんだよね。え、これ、外からでも、あ、いけてるいけてる、やったー仕事できたよーあ、家に帰るってなってる。今の目標が。左上、家に帰る。なんかこれ珍しいパターンじゃない仕事と仕事の合間ってさ、 なんかこっちの事情お構いなしにいつも電話かけてくんじゃんそういうのじゃないんだこれなんかイベントあるかあこれはちょっと楽しみかもいやまあでも思ったよりは大変な仕事だったわじゃあただいままあイベントつかただ電話来るだけだったりあ電話来たねしもしもよくやったあんたはこれをやり遂げられるかもしれん俺なら少し休むだろうが何かでかいことが起きるぞ はなんだこの匂わせポイチェンやろはっきり言えよはいかわいいえー、っとあでも次の目標寝るになってるあれなんかこれちょっと意味深だな家に帰るだの寝るだのなんかそんなんじゃなかったじゃん今まで寝るって家のベッドでってことあ,あなんか起きたあ何も起きてなかったごめんなさい <laughs> <laughs> なんかイベントシーン入ったぞって思ったら別にそういうことでもないえ例えば1時間仮眠するとかあ全然そういうことあ来たね電話しもしもー 何が起こってるのか分からないが窓の外に黒い SUV が止まってるクソなんてこったこれについて何か知らないかえどこかの銀行で最後の一撃をしなければ僕は逃がされたクソまず奴らは君を見つけたそして今度は僕を見つけたようだハッキング用ノート PC を購入する確実に必要になるあと銃がは銃が必要ちょっと待ってだいぶ話変わってきてんな銀行何俺に銀行強盗させようとしてるちょっと待ってこれ何が起きてんだ 本当になんかストーリー終わろうとしてる電子機器レベル2のスキルを学び、えー、っと、これですね。これを学んで、えー、これは遠隔ハッキング用ノート PC のロックを解除する。遠隔操作でセキュリティパネルを無効にできる。あ、そんなん前作でもあったかもね。じゃあこれ、習得しちまいますよ。で、その上でハッキング用ノート PC を買う。 高そうだな、まあでも今結構お金持ってるので、これだな、ハッキング用ノート PC 用1万と500ドルで購入。しもしも 202に行き銀行の建設いやマジで強盗させようとしてんじゃん建設面を盗む必要がある男は銀行で働いてるので全部持ってるはずだ敷地内に入るにはノート PC が必要だしっかり守られてるぞハッキング用ノート PC を使い正面ゲートのセキュリティパネルをハッキングするんだそうしないと入れない気をつけろあと警備員対策でコンボも持っていった方がいい念のためいやコンボは文明レベル下がってんのハッキング用ノート PC とコンボが同じ文章内に出てくることまずないからねでこれだよね コンボってこれのことだと思うけどだから警備員をこれでぶん殴って黙らせるみたいな場面が来るかもしれないってことだよねいやもう本当に強盗じゃんいやちょっとなんか俺のやってきた泥棒像とだいぶかけ離れたことになるけどこれもうラストかなラストかもしんないねまあ銀行強盗行く前に、えー、202に行って建設の図面を盗んでこい っていうまあ事前のミッションはありますけどいやでもこれはすげえことになってきたぞまあこのゲームで今までやってきたことって前作も含めてなんかほんとコソ泥って感じだったからさ何だろう住民の行動パターンを割り出してしっかり計算して盗みを働いていくみたいなまあそういうのが面白かったから強盗みたいなことし始めると解釈違いみたいなとこあるけどさ でも、これで最後って言うんだったら納得できるね。最後に強盗ってなると、ちょっと、熱いな。まあ、まだまだ多額の借金が残ってるんだけどな、銀行強盗でひっくり返すってことか。いや、なんか個人番号が何言ってたのかよくわかんなかったけど、あいつなんか一気にまくし立ててくるからさ。でもなんか彼自身が危ない状況みたいな雰囲気だったよな。 まあ、それも、これも、最後までやればわかることかな。じゃあ、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。